ジェムソン・アイリッシュ・ウイスキー、ジェムソン・アイリッシュ・ウイスキー、通称ジェムソンは、ペルノリカール社の子会社である、アイリッシュ・ディスティラーズ社で製造される、ブレンド・アイリッシュ・ウイスキーの一つである。輸入元のペルノリカール・ジャパンは、ジェムソンの日本語表記を採用しているが、ジェムソンを採用する出版物も,もある。アイリッシュ・ディスティラーズ社の母体となるジョン・ジェムソンサンアイリッシュ・ウイスキー会社は1810年に、 設立された。ジョン・ジェムソンとその息子がダブリンにあった、ボーストリート上流所の経営権を取得したことが、始まりである。ジェムソンは、スコットランドのクラクマン・ナンシャー州アロア出身の、弁護士であったが、ヘーグ上流所を所有していたヘーグ家の娘である、マーガレット・ヘーグと結婚した。マーガレット・ヘーグは、スコットランドで上流所を経営する、同じくクラクマン・ナンシャー出身の一族のスタイン家の、 いとこにあたる。スタイン家は、スコットランドとダブリンで手広く、ウイスキー作りを行っていた。1786年に、マーガレット・ヘイグと結婚したジョン・ジェムソンは、妻と共に、ダブリンに移り、マーガレットのスタイン家のおじに代わって、ボーストリート蒸留所の経営に携わることになった。このように、ジェムソンが、ボーストリート蒸留所で製造したウイスキーの販売を始めたことから、 この上流所が設立された1780年をもってジェムソン・アイリッシュ・ウイスキー事業の始まりとすることが遠隔に記されることとなった。サー・ヘンリー・レイバーンの手になるジョン・ジェムソンとマーガレットの肖像画がアイルランド国立美術館に収められている。ジェムソン・ウイスキーはもともとダブリンのウイスキーの使用6銘柄の一つだったのだが、今はコークで製造されている。 2013年の出荷量は470万ケースであった。ジェムソンウイスキーは19世紀の初めに国際マーケットに進出して以来、今では世界で売上高断然1位を誇るアイリッシュウイスキーである。中でもアメリカがジェムソンウイスキーの最大の市場で、2013年には投資場でのジェムソンウイスキーの消費量は12%上昇した。 スコットランド人実業家であったジョン・ジェムソンは1786年にスタイン家が所有していたボーストリート蒸留所の経営者となった。その後19世紀になる前までに同蒸留所を年100万ガロンを誇るアイルランドで最大の世界でも最大手のウイスキー会社へ成長させた。当時のダブリンはウイスキー生産の世界の中心地であった。ウイスキーはラム酒に次いで 世界で最も愛好されている蒸留酒だったこともあって、1805年にはジェムソンウイスキーは生産量世界一の地位を得ることとなった。現在、ジェムソンウイスキーは単一の蒸留所で生産されたウイスキーとしては世界3位にランクされている。現在に至るまで様々な歴史的な出来事によって、ジェムソン社は一時事業の交代を余儀なくされることがあった。 アイルランドの禁止運動により国内では大きな打撃を受け国際市場では大きな二つの事件が生じた。その一つはアイルランド独立戦争とそれに続いて起きた英国との貿易戦争である。英国はジェムソン社ウイスキーのイギリス連邦への輸出を禁止した。もう一つはすぐその後に起きたアメリカ合衆国における禁止法の施行である。 スコッチブランドのウイスキーがカナダやアメリカ合衆国の国境の活が許されたのに対しジェムソンウイスキーはカナダとアメリカという巨大市場から何年もの間締め出されたのである。コークのジェムソン蒸留所にある昔からの単式蒸留器19世紀の半ばにスコッチブレンドウイスキーのメーカーが連続式蒸留器を採用したことによりウイスキーの大量生産が可能となったが アイルランドでは従来通りの労働集約的な単式蒸留機によるウイスキー作りが行われていたため、スコッチウイスキーとの競合に勝つことができなかった。1908年にウイスキーを商品としてどう定義するかについて業界で審議が行われたが、いくつかの行政区でスコットランドの製造業者が勝訴することとなり、スコッチブレンドウイスキーは正式に 商業ウイスキーとして認められることになった。一方、アイルランドでは、特にジェムソン社では、短式蒸留期による伝統的なウイスキー作りが長年にわたり、継続された。ジョン・ジェムソン社は、1966年に、コークディスティラーズ社とジョン・パワーズ社と合併し、アイリッシュディスティラーズグループが設立された。その後、1976年には、ニューミドルトンディスティラリーが、 コークの郊外に新設されたことに伴い、ボーストリートとジョンズレーンにあったジェムソンのダブリンの上流所は閉鎖されることになった。現在、このミドルトン上流所では、ジェムソン、ミドルトン、パワーズ、レッドブレスト、スポットやパディなどのブランドのアイリッシュウイスキーのほとんどが製造されている。パディ銘柄の原産地である旧ミドルトン上流所に新たに施設が付け加えられ、そこは、 ジェムソンウイスキーの体験訪問センターとして利用されている。さらにはアイリッシュウイスキー協会の本部が置かれている。1988年にはフランスのアルコール製品の巨大複合企業であるペルノルカール社がアイリッシュディスティラーズを買収したことによりジェムソンのブランドも同社が獲得することになった。ダブリンのスミスフィールドの近くにあるボーストリートの旧ジェムソン上流所は 今ではツアー客を受け入れ、シーンができる博物館になっている。2008年、ミネアポリスにあるアイリッシュパブのザ・ローカルは671ケースのジェムソンウイスキーを売り上げたとされる。このパブはジェムソンウイスキーを提供するパブとして4年連続で世界一の地位を維持している。ジェームソンスペシャルリザーブ、ゴールドリザーブ、リミテッドリザーブとレリストヴィンテージ。 リザーブ・ジェームソン・シグネチャー・リザーブと、ジェームソン・ブラック・バレル・セレクト・リザーブ・ジェームソン・オリジナルと、ジェームソン・リザーブズ以外に、以下の種類がある。ジェームソン・ウイスキーは、グレーンウイスキーとシングル・モルト・ウイスキー、それと、単色蒸流級・ウイスキーと呼ばれる、大麦麦芽と、発芽米の生のアイルランド産の大麦を混ぜた、原料から作られるウイスキーをブレンドしたものである。これら原料はすべて、 高区の蒸留所の半径50マイル以内の地域から調達される。大麦は天然ガスを燃焼させた密閉式のキルンで乾燥される。この方法はいくつかのスコッチウイスキーの蒸留所が行っているように、キルンをピートで炊くことにより、ピートの風味を添加させる伝統的な作り、製造法とは対照的である。ジェムゾンの製品、特にその18イヤーとレディストリザーブは、 様々な国際的な上流種コンテストで高い評価を得ている。18イヤーはサンフランシスコワールドスピリッツ世界コンペティションにおいて2005年から2010年の間連続して金賞及び最優秀金賞を受賞しており、レリストリザーブも同コンテストで金賞と最優秀金賞を受賞している。レリストリザーブはまたプルーフ66で世界のトップ20のウイスキーに 選出されている。ジョン・ジェムソンは、また、発明家、グリエル・モ・マルコーニの祖,祖父でもある。ありがとうございます。